こんにちは、フジアンです。今日はですね、こちらのモンベルのコンパクトのファイアピットを新しく焚き火台として購入してみたんで、今日は開封と火入れとちょっとしたレビュー動画と使った感じをしていきたいと思います。あとね、別売りになるんですけど、こちらのね、あの専用のクッカースタンドっていうのね、あの他のね、大きいあのモンベルの、ホールディングファイアピットなんかもあるんですけど、それの、コンパクトファイアピット専用のが出てるみたいなんで、これもちょっと買ってみましたんで、ちょっと後で使ってみたいと思います。じゃあこちらをね、早速していきたいと思います。はい、それでは、モンベルのコンパクトファイアピット開封していきたいと思います。こっちですね、よいしょ。はい、これ焚き火台コンパクトですね。はい、でこれが収納袋と、ここにコンパクトファイアピットの取扱説明書が書いてありますね。はい、であと2つですね。これが、底板になるのかな、底板ですね。でこれが、角度はね、ちょっとこうついてるんで、山形にね、こっちで谷型、山形で使うと思うんですけど、これがロストルになると思います。この4点ですね。こちらが本体、ケース、ロストルと底板ですかね。でちょっと底板から上げていきたいと思います。綺麗に包装してありますね。なるほど、よし、これが半分になったね。こう広げて、そこで使うんですかね。こうか、ちょっとわかんないんですけど、これそこ板ですね。で、次にこちらですね。これロストですね。センターの上目が分かりますか、ね、こんな感じですね。で次こちらですね。はい、説明書ですね。でこれが収納です。なかなかですね、マジックテープですね。でマチが5センチぐらいのマチがありますかね、これね。はい、ですね、収納袋と、でこちらが本体ですかね。はい、じゃあ本体開けていきますよ。はい、ここにモンベルのロゴが入ってますね。見えます？光って見にくい。これ見えますか？モンベル。はい。で、こうか。で、こういう感じ。はい、今こう展開した状態ですね。こんな感じ。上から見たら。はい、今これ焚き火台の、ね、本体を展開した感じです。まだ底も入ってませんね。何にも入ってません。こんな感じですね。足がこういう感じですね。これサイドから見た感じですね。よいしょ。で足がこうやって、本体があって、こんな感じですね。こことね、ここに切れ目が入ってますね。で、ここがこれ、こうね、展開する感じです。爪が開いてる感じ。逆から見ると、ここに爪が2箇所あるんで、これが引っかかってるんで、これを上げて倒すと、こう開く感じですね。反対側も、こっち側もね、
ここに爪があるんで、これを持ち上げて開くと、こういう感じですね。で、全体が開くと、こういう感じで開いてますね。はい。はい、じゃあね、こちらの底板入れていきましょうか。こっちじゃないですよね。こっち、こっちですよね。よいしょ。はい、入りました。はい、今こんな感じで底板が入りました。でね、この上に、ロストルが入る感じですかね。こちらのロストルですね。ここね、山側を上にして入れるんだと思うんですけど、あのね、大きいね、ホールディングファイヤーピット同様で、こういう感じで展開して入ります。こんな感じですね。以上で設定は完了ですね。パッとね、出してね、パッと開くような展開ではないんですけど、くす型の、焚き火台で、ちょっとね、長方形っていうのがね、新しいかなと思って、ちょっと本日はこのコンパクトファイヤーピットを買ってみました。はい、あと比較でね、持ってきたんですけど、こちらが、よく使ってる、エンバーリットですね。ファイヤーアントじゃなくて、通常のエンバーリットの、焚き火台ですね。で、こちらがよく使ってるブッシュボックスですね。で、こちらがモンベルの本日買わさせてもらったコンパクトファイヤーピットですね。これがね、大体2つ弱ぐらいです。ちょっと、こちらが1個、2個ぐらいですかね。倍ぐらいですかね。の長方形の焚き火台ですね。こんな感じ。ちょっと上から見てみましょう。上から見ると、こちらが、エンバーリットですね。で、ブッシュボックス。で、こちらが、コンパクトファイヤーピットですね、モンベルの。大きさがね、比較こんな感じですね。ざっとですけどね。はい、で、重さなんですけど、こちらの、エンバーリットが 203.0g ですね。はい、で、こちらの、ブッシュボックスがだいたい乗るかな、423.0 ですね。で、こちらの、モンベルのフォールディングファイヤーピット、はい、すいません、モンベルのコンパクトファイヤーピットの方が 848.5g ですね。はい、ちょっと重め、まあ、大きさがあれなんでね。でね、あとね、こういうトレーをこういう感じでね、乗っけて使ってたんで、そうなると575g ですね。はい、こっちで 354.5g ですね。はい、1001g ですね。はい、それと専用ケースが39g ですね、実寸。はい、848で専用ケースを乗っけて 886.5g ですね。はい、重さは以上になります。はい、じゃあ今日こういう感じでね、一応ちょっとすいません、カーボンフェルトちょっと間違えて、ちっちゃいのしかなく、もう間違えて持ってしまったんで、ちょっと気持ちだけ引いておきます。で、スノーピークのね、お膳ですね、お膳をちょっと台にして、地面からちょっとこのぐらい開けましてですね、一応炭とか灰を避ける、一応大丈夫とは思うんですけど、隙間もちょっとあるんで、落ちた時に一応トレーを乗っけてみ、まあなくてもいいような、こういう感じでね、やってもいいような感じではあるんですけど、本日はちょっと初めてなんで、こういう感じでやっていきたいと思います。モンベルのね、これは今日初めてなんですけど、大きいフォールディングファイヤーピット、なんか下とかね、全然熱くならないんで、今日はね、これ初めてなんで、ちょっとどうかわかんないですけど、ちょっとこれで試して、底も上げて、トレーも置いて、その上でモンベルのコンパクトファイヤーピットを置いて、ちょっと今日は焚き火をしてみたいと思います。
それとあとこちらですね、コンパクトファイヤーピット専用のねクッカースタンド、ここにこうはまると思うんですけど、ちょっとこれもね開けてみましょう。はい、今開けてみました。こんな感じです。ここにね真ん中に爪が4箇所あるんで、これをこれ、ね、はめていけばしっかりですね。横にはねちょっと動かないみたいですね。真ん中ですね。はい、でちょっとクッカーの印とこちらトランギアの 0.6 リットルのアルミのケトルですね。こんな感じですね。横に置いても全然大丈夫そう。真ん中じゃなくてもこの爪とねこの角置いて高さがね多分揃ってると思うんですけど、ここまで行くと落ちるんですけど、端に置いても大丈夫ですね。こちらがあのトークスのね550のクッカーですね。こんな感じ。はい、ちょっと正面回ってみましょう。こんな感じですね。どうでしょう、ちょっと斜めてみる。このぐらい。はい、一応ねクッカー2つ置けそうですよね。1つだったらこんな感じ。いいですか。でボックス置くとこんな感じ。はい、でですね、このコンパクトファイヤーピットには、専用のね、この網がね、ないんですよね。まだ今から発売されるかもしれないんですけど、ここにね、ちょっと隙間があるんで、ここにうまいことをはめ込めば使えるんじゃないかと思うんですけど、現時点ではちょっと見つけれなかったんで、網がないと思ってたんで、今日はね、こちらを持ってきました。こちらね、バンドレスボヤージュ、の、下の、一応焼き網ってことなんですけど、まあ網っていうかこんな感じですね。よくご存知のこれをここに置くとぴったり、ぴったりじゃないですけどちょっとねこれぐらい隙間空きますけど、真ん中に置いてあげるという感じで端もあるんでね、こう持ち上げやすいと思うんで、今までのコンパクトフォールディングファイヤーピットとかは、ね、ちょっとぴったりすぎて専用のねこうなんかフックみたいなかまさないと取れない感じだったんですけど、これだったら、ね、簡単にこうピッと置くんで、いいかなと思います。これでね焼き物とかもできるんじゃないかなと思います。こうやってこう、これでもいいんですけど、こっちの方が滑らない感じがしますね。こっちでも大丈夫です。ちょっとこっちの方が滑りがいいような感じがします。こっちの方がいいのかな。はい、な感じです。はい、じゃあちょっと一回汚れる前に一回収納袋にどういう風に入るかちょっとやってみましょうか。まずは収納袋、これ中はね間仕切りはないですね、一つですね。これを入れて、これがこうなってるんで、こう重ねた方がいいですかね。で、これも一緒に入るかな。あ、入りますね、十分。で、高さがあるんで、一緒にこう折り込んで、止める感じですか。はい、収まりましたね。こんな感じ。そこ。これです。これあれですね、これだけちょっと余裕があるんで、こちらちっちゃいこう火ばさみというかトングですね、ダイソーのトング、これをちょっと一緒に入りますね。はい、よいしょ。ちょっと無理やりですけど、なんとかちょっとね隙間が無理やりですけど、なんとか入りましたね。こんな感じでこうやって持っていきますね。バックパックにも入るし、よりいいんじゃないでしょうか。はい、ね、トレイにもねこういう感じで収まるんで、はい、こうやって持ってってもいいかなと思います。はい、はい、じゃあちょっとね火入れしていきたいと思うんで、焚き火の用意していきたいと思うんですけど、ね、ちょっとね今日はね珍しく炭をねちょっと持ってきたんで、炭を入れてみてちょっとどうなるかっていうのも普段ねあんま使わないんですけど、炭は炭でね炭の良さがあるんでいいと思うんですけど、ちょっと今日はね後でこうね炭も入れて、試してみたいと思います。はい、じゃあねちょっと
今日はもうチャチャっていきたいんで、これあのファットウッドなんですけど、今日このファットウッドでつけて いきますね。じゃあちょっと用意していきます。はい、では着火していきます。すぐつきますね、ファットウッド。よいしょ。立ち上がりが早い。見えますかね。もうちょっといいかな。どうですかね。ちょっと観察してみましょうか。火がどんな感じで回っていくか。あれですね、上はねすごく熱いんですけど、横とかね、まあこの辺はそうですけど、下はね全然熱くないですね。よいしょ。全然熱くないですね。はい。なのであのこの下のね、あのスノーピークのお膳はいらないかもしれませんね。やっぱこう空気の層を作ってやるとやっぱり熱伝導がねやっぱり一番伝わらないんでいいかなと思います。はい、じゃあねちょっとねだいぶねあの焚き火台の中の火が安定してきたんで、ちょっとね横のこれを上げてみようかなと思います。でこっちからね、右側からこっち側から今風が来てるんで、ちょっとこっち上げてみたいと思います。どうなるか。はい、ちょっと上げてみました。風がねすごく入るんですけど、どうですか、ちょっと燃える感じが真っ白のケース、ケースです。閉じてみましょうか。閉じるとこんな感じですね。開けると火が、風が入って火が増してますかね。わかんないですかね。両方開けてみましょうか。こっちも下っていう。両方開けるとこんな感じ。はい。で、そうするとこう長い薪も横からね、こう入れるんで、そこもいいかなと思います。こうね、長いやつもこう入るんでね。はい、こっち入れてみます。こう長い薪がね、売ってる薪とか結構長いじゃないですか。それいちいち切らなくてもね、こうやって入れるっていうのがすごくいいかなと思います。はい、じゃあ大体燃える感じは分かったんで、ちょっとね、こっちにクッカースタンドを置いて、あ、落ちた。ちょっとね、お湯沸かしていきたいと思います。はい。
ケトルを置くとね、ちょっと火の動きが変わったような感じしますね。空気の流れがやっぱ変わるんですかね、このぐらいの大きさだと。はい、あ、だいぶお湯沸いてきましたね。でここはね、すっげえ暑いんですけど、やっぱ下はね大丈夫ですね。置いてても暑くないですね。上はもうめっちゃ暑い。はい、よし、お湯も沸いたんで、ちょっと火からね、下ろしていきたいと思います。で、これもよく、あー、ちょっと色がつきましたね。よし、ちょっとね、炭入れてみようと思います。炭はね、この丸いやつと一応通常の炭を持ってきたんで、ちょっと通常の方ね、ちょっと入れとこうかな。よいしょ。炭ね、あんま普段使わないんでね、ちょっと素人なんですけど、よし、炭もね、ちょっとテストしてみますね。じゃあね、ちょっとお腹も空いてきたんで、ちょっと網でもね、温めますか。これすごいね、こうやって起きやすいですよね。よいしょ、はい、じゃあね、炭もね、ちょっと安定してきたいんで、今日はね、焼き鳥持ってきました。これ鶏皮なんですけど、これちょっと焼いていきたいと思います。こちらね、塩コショウを振って、よし、ちょっと皮が、よし、じゃあね、ちょっと焼き鳥、鶏皮焼いてる間に一本いただきたい。今日はこちら、アーサヒゼロノンアルですね、こちらいただきたいと思います。はい、乾杯。あれですね、炭も安定していい感じですね。だいぶもうちょいなんで、あと2本追加。よいしょ、よし、煙がすごいですね。おお、串折れた。よし、あるあるですね。じゃあね、あ、ちょっと焦げちゃいましたね、すみません。ちょっとカリカリがね、好きなんですけどね。ちょっとじゃあ、いただきたいと思います。いただきます。炭火の香りがいいですね。うまい。そしてかさずビールと言いたいところなんですけど、ノンアル、あー、うまい。はい、続きましてはこちらですね。こちらコストコのリブフィンガーの
ちょっと今日一人なんで、いろいろ食べたいんで、一番細いやつをちょっと下処理して、味付けして持ってきました。はい、その時にね、下処理した時に出たこの牛脂ですね。牛脂端っこのね、ちょっと筋っぽいところをちょっと掃除したんですけど、その掃除した時に出た時のこの端をちょっとこう牛脂としてちょっと取っとったんで、捨てずにね。これ刻んでね、ハンバーグなんかに入れても美味しいですよね、一緒に。よし、おー、いい感じ。ちょっと熱いんかな、これ。はい、じゃあコストコビーフフィンガー、タレ焼き、えー、前回のね、妻と行った前々回の動画かの妻と行ったキャンプでもこれちょっと、ね、太いやつ焼いたんですけどね、今日はちょっとこの一番細いやつですね。はい、おー、いい感じ。よし、じゃああとは余熱で火を通したいと思います。よし、ここでね、下でこれちょっと、ね、余熱で火を通していきます。感じですね。ちょっと炭をね、追加したいと思うんですけど、豆炭ね、ちょっと入れてみます。これね、すぐ火がつくらしいんですけどね、豆炭2個くらいでいいかな。2つちょっと入れてみます。おお、すごい、ボッつきますね、すぐ。さすが豆炭ってこんな感じなんだ。ちょっとクッカースタンドをセットしまして、でこちらトランギア の、 ミニフライパンセットっていうんですかね、ちっちゃいやつですね、ちょうどジャストサイズで、先ほどの牛脂ちゃん軽く取れてなかったかもしれないですね。チャーハンですね、セブンイレブンのチャーハン。よし、で炭火で温めてる間に先ほどのリブフィンガーカットしていきます。じゃあ、火加減いい感じですね。よし、おー、落ちた。大丈夫、食べます。よし、いい感じですね、火加減。よし、あ、で、チャーハン、わあ、いい感じになってきた。で、ここに先ほどのコストコビーフフィンガー、よいしょ、肉のせチャーハン、よいしょ。はい、セブンイレブンのチャーハンにコストコのビーフフィンガーのせチャーハン完成です。こんな感じですね。はい、モンベルのコンパクトファイヤーピックにもぴったりです。はい、はい、ではいただきます。
な感じ。はい、あー、いただきます。うん、うん、はい、食事もし終わったんでね、今ね、あの網をね、あのお肉焼いたんで結構ついてるんで、残骸っていうかね、ちょっと焚き火で完全に焼き切っとこうと思ってます。はい、それでですね、コーヒーの方も思ったんですけど、コーヒーセットの中にですね、ミルが入っとらんのんすよ。で、お豆はあるんですけど、ちょっとミルを忘れてしまったんで、ちょっとこれを今からね、コーヒー豆をちょっと今から粉砕してなんとか潰してコーヒー飲もうと思います。でね、ちょっとね、手ぬぐい持ってたんで、これをね、ちょっと手ぬぐい入れて、横鉄さん式ですね。この中に豆を入れて、よし。で、そうするとこうやって つまめるんで、で、これをひねっといて、よいしょ。ちょ、グローブした方がいいですね。で、あれ。これはすごいね、ちょっとこっちに。ちょっと見てみましょうか。いいよ。おお、いい感じ、いい感じですね。よし。最近ね、このドリッパーよく使ってるんですよね。これね、ほんともっと大きかったんですけど、一人用のね、あのコーヒーフィルターに合うようにちょっと上を切ってですね、ちょっと調整しました。で、下もね、ちょっと広げて、あのドリップのね、速度がこれ遅いんで、ちょっと速くなるようにやってみました。あ、間違えました。これもね、切って軽量化してます。こんな感じ、コーヒーフィルター。なんか気持ちコーヒーが落ちるのが早いような気がしますね。薄いかな。はい、コーヒー入りました。いただきます。はい、ただいま時刻16時1分ですね。気温が26.0度、湿度が 51% ですね。そろそろね、撤収の方をしていきたいと思います。はい、
使ってみた感じですね、結構あのトレーとこの、あのテーブルの上に置いてこうやって使ってたんですけど、これなくても良さそうですね。あの暑くなかったんで、でこれもほとんど落ちてないんで、まあ一応これは予備で保険で使って、下はまあちょっと引いてた方がいいかなと思います。ほとんどね暑くなってないんで、もうこのままねこういう状態で使っても大丈夫かなとは思いました。まあちょっとねでもこういう感じで使うのがベストかなと思います。まあ、場所、キャンプ場のね、あの地面にもよると思うんですけどね、こういう感じで使っていけたらと思います。はい、意外とね、フィット締まりますね。ちょっと歪むかなと思ったんですけどね、そうでもないですね。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。またまたどっかでお会いしましょう。はい、ありがとうございます。はい、ただいまの時刻が16時57分ですね。気温が23度ですね。湿度が 61% になります。撤収の方が完了しましたので帰路に着きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。